Z 世代の若き技能者たちが技能レベルを競い合うものづくりの祭典、技能五輪全国大会。今年は40を超える幅広い競技職種のものづくりアスリートたちが日本一の栄冠を目指して東京に集結。技能五輪ロードトゥ東京。さあ、モーニングフラッグの中でも随分支持をいただいているコーナーですが、技能五輪、今回は日本が誇る自動車産業に関する競技職種をご紹介しましょう。日本経済を支えてきた自動車産業、一体どのような競技職種があるのか、そして Z 世代の活躍にも注目です。42もの競技職種が行われる技能五輪全国大会。今回は日本が世界に誇る自動車産業にまつわる職種、自動車板金、車体塗装、自動車工に注目。まずは自動車板金。そもそも自動車板金とは、試作車やカスタムカーの製作、そして車の傷やへこみの修理などで活躍する技能のこと。技能五輪では課題の図面をもとに、平らな金属板から車体の曲面をすべて手作業で作り上げ、寸法の精度と仕上がりの美しさを競います。競技時間が7時間。ハンマーを叩き続ける筋力と体力は圧巻。それを維持し続ける集中力も必要となります。そんなハードな競技職種で入賞を果たした選手にお話を伺いました。自動車板金は本当全てがハンドメイド、手で作っていく職種なので、体力も必要だし、ずっとどうすればいいのかって考える集中力も必要なので、正直何もかもが大変ですね。何気なく叩いてても、できるだけ他に影響がないように工具と製品の当てがい方、角度だったり力の入れ方だったりを意識して叩いていくのが難しいですね。悔いの残ってしまった銅メダルだったので、今年の大会では指導員と同じ仲間である選手で切磋琢磨して、みんなで力を合わせて金を取っていきたいと思います。続いては自動車の見た目を美しく仕上げる技能、車体塗装。車体塗装では車の傷を正確に早く直すこと、そしてきれいに塗装をすることが求められます。競技課題は大きく分けて5つ。自動車のドアパネルを1枚塗装し、その仕上がりを競うブロック塗装。余計な塗料がつかないように紙やテープでパーツを覆い隠す課題、実写マスキング。塗料を調合し見本と同じ色にする調色。こちらの課題ではドアの傷や曲がりを修正して馴染むようにぼかし塗装をします。そして大会当日に課題が発表される装飾塗装。昨年の課題は車のホイール塗装でした。最後は自動車の安全をサポートする自動車工。自動車工とは自動車を整備修理する技能ですが、技能五輪では実際の車を使って点検や故障診断を制限時間内に行い、その正確性を競います。エンジン制御システムの故障診断を行うガソリンエンジン故障診断、ライトやワイパーなど電気装置の点検や修理を行う電気装置故障診断、ブレーキ、サスペンションといった自動車の足回りの安全を点検・整備する車両点検整備、そしてエンジンやトランスミッションの分解・点検・調整を行うユニット点検整備。
そんな自動車工で2年連続金賞を獲得した神奈川県代表久米さん、連覇を果たしたその秘訣を伺いました。車全体の幅広い知識が必要で、メーカーによってシステムや構造が変わってくるので、どの車種が来ても対応できる技術力や診断能力っていうのを身につけるところが一番難しいところだと思う。1ヶ月前にどのメーカーのこの車種使いますっていう発表があるんで、マニュアルの見方とか、この部品がこのページに書いてあるだとかは、1ヶ月間は本当にその車だけに集中して調べました。技能五輪の世界に入るまでは車関係に携わったことがなく、ゼロからのスタートだったので、知識面ですごく苦労したんですけど、もう3連覇目指してもっともっと努力していきたいなと思います。日本が世界に誇る自動車産業、その未来を Z 世代の若き技能者たちが支えていきます。いやー、田中さんすごい世界でしたね。すごいですね。7時間ハンマーで叩きかけると局面になるんですね。ねえ、古井さん前のみりで VTR ご覧になってました。すごかったですね。本当めっちゃ感動しました。もうシンプルに、ね、いやー、塗装ぼかしまでやるんだーって、クマッテルさん、あとはやはり色を整えるの難しいんだよね、本当にセンスがいるという、経験があるというドミノさん、ありがとうございます。いやー、本当に脱帽です。こうした技術に我々は支えられています。次回は技能五輪の競技の中でも女性選手たちが活躍する競技、ご紹介しましょう。ぜひご覧ください。